唐津市にある浜崎海岸の海開き式が雨の影響で場所を変更して行われ、関係者が海の安全を祈願しました。唐津市の浜崎海岸では海水浴シーズンを前に毎年海開き式が開かれていますが、今日は雨の影響で周辺の施設で神事が行われました。会場には浜玉観光運営委員会など関係者19人が出席し、玉串を捧げるなどして海の安全を祈願しました。梅雨はもう少し続くと思うんですが、美しいこの景色の中で海水浴やマリンレジャー、あと夏限定の海の家等もオープンしますので、夏を楽しんでいただければなと思っております。唐津市内には8つの海水浴場があり、市は今月から来月にかけおよそ9万人の観光客を見込んでいます。